皆さん、こんにちは。今日は近藤雅彦さんのことについて紹介します。まずは近藤雅彦さんの経歴とプロフィールから紹介します。近藤雅彦さんは日本の歌手、俳優、実業家、レーサー、タレント、KONDO レーシングチーム監督、MK カンパニー代表取締役社長、2023年4月よりスーパーフォーミュラ等を運営する日本レースプロモーション取締役会長を務める、かつてジャニーズ事務所に所属しており、男性アイドルグループタの金トリオの元メンバーである、ニックネームはマッチ。若い頃は様々な熱愛スクープのあった近藤雅彦さんですが、1994年に和田敦子さんという一般女性とご結婚されました。なれ始めは料理研究家である井上恵美さんの旦那さんからの紹介だったそうです。現在、和田敦子さんは日本マタニティフィット協会のヨガインストラクターをしているという噂です。マタニティというだけあって、やはり妊娠を目指す方の心と体のケアを目的としたプログラムのようです。ただ、近藤雅彦さんの妻ではありますが、あくまで一般女性のため、あまり情報は多く見つかりませんでした。自由が丘にあるハイハットスタジオというところで働いていたということもよく目にする情報です。そして、これらに従って調べてみますと、ご本人の Facebook と思わしきものも出てきました。ご本人が一般に公開しているところでは、以前のお仕事の欄に日本マタニティフィットネス協会のディレクターだった旨も記載されています。では、その後はというと、ヤムナの指導者であることも明かしておられます。ヨガ以上に聞き慣れないこちらのヤムナではありますが、なんとなくインドっぽい雰囲気が漂います。しかし、実際はニューヨーク初のボディワークなのだそうです。骨格や筋肉をもともとある場所に戻し、体の中のスペースを取り戻すことで、体調を整えることを目的としているワークとのことでした。ヤムナを実践する方々には、ヨガやピラティスのインストラクターさんも多いという記事もありましたから、彼女もその一人なのでしょう。とはいえ、そこから指導者に、さらには指導者育成もされているというのですから、彼女はプロ中のプロと言えそうです。また、小さい頃から取り組まれているジャズダンスやベビー教室にも携わっておられるとのことですから、老若男女問わず指導していらっしゃるようでした。そしてなんと、ママヨガの指導風景まで出てきていました。趣味趣向に目を移すと、スポーツでは錦織圭選手がお好みとのことですから、テニスもされるのかもしれません。あるいは、好きな映画に最強の二人を挙げておられます。この作品は、体が不自由な富豪と、その介護人となった移民の男性の交流を描いたフランスのコメディ映画です。第24回東京国際映画祭にて、東京桜グランプリを受賞したことで、日本でもかなり話題となりました。この方が、近藤雅彦さんの奥さんであるという確証こそないものの、本当にそうであれば、一緒に見に行かれたのでしょうか。となれば、こちらもある意味、最強の二人、と言えそうな肩書きです。あるいは、近藤雅彦さんの息子である郷城さんは、東京都空手道連盟指定の令和元年における、ジュニア強化選手選ばれたと言われています。息子さんが空手で功績を上げる背景には、和田敦子さんのヨガやヤムナの指導もあるのかもしれません。加えて、和田敦子さんのご実家は、九州にある有名なタクシー会社を経営しているらしく、資産家でもあるという噂もあります。そこで調査したところ、福岡市に拠点を置くタクシー会社を経営しているという説が有力なようでした。ちなみに、福岡県にある有力なタクシー会社は下記の3つが一般的なようです。北九州第一交通株式会社、文化太陽交通株式会社、宇野島太陽交通株式会社、もしかすると、これらいずれかのタクシー会社かもしれません。また、彼女の祖父は大学教授だったという説もあるのだそう。しかしながら、これらの情報を裏付ける明確な根拠はないため、真相は定かではありません。こうした輝かしい経歴を持つ彼女ですが、大学卒業後は都内の食品会社に社長秘書として就職したのだそう。家柄に頼らず、自身の実力で就職をつかみ取るだなんて、やはり頭のいい方なのでしょう。お嬢様ということもあり、教養がきちんとしているところに、
近藤雅彦さんが惹かれて結婚へと至ったのかもしれません。2020年11月、近藤雅彦さんの不倫事件が報じられました。その不倫期間は5年に及ぶとのこと。お相手はなんと25歳年下ということで、2023年時点で34歳であることが伺えます。職業はオーダースーツの会社を経営する女社長ということで、やり手のキャリアウーマンだったようです。そんな彼女に交際を迫ったのは近藤さんからでした。出会って巫女で出会った頃から好きだった、と告白。しかし、この当時彼女には同棲している彼氏がいたのです。彼女も迷いに迷い。同棲中の彼氏との別れを決め、近藤さんとの交際に踏み切りました。交際中は誰のものにもならないで、と彼女の LINE アカウントを消して新規登録させる徹底ぶり。いかに彼が入れ込んでいたかが伺えることでしょう。テレビ局関係者との会食や、ジャニーズが何百人と集まる食事会にも、堂々と同席させていたというのですから驚きです。その行動は、妻のように振る舞う愛人、と揶揄されていました。しかし2021年に週刊女性によって不倫が明るみに、記者の突撃取材に対して、無理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 、と言い、振り切ったという近藤さん。かっこ悪さが否めません。また、今回の不倫報道を受け、浮上したのが和田敦子さんとの離婚説です。しかしながら、2023年現在2人は離婚せず、未だ夫婦関係は続いています。家族間で話し合った結果、やり直すという形で新たに、再出発することを誓ったのだそう。家族の絆を修復するべく、反省の毎日を送っているとの情報もありました。しかしながら、本当に不倫相手との関係は切れたのでしょうか？一抹の不安は拭えません。結婚後、幸せな生活を送っていた近藤雅彦さんと妻の和田敦子さんですが、過去には世間には気づかない苦悩があったようです。お子さんは近藤雅彦さんが43歳、妻が41歳の時に誕生しました。今でいう高齢出産で生まれたお子さんですが、お子さんを妊娠するまで、長い不妊治療を続けていたことを明かしています。長い不妊治療を続けていた二人は、妻が45歳の誕生日を迎えた時に不妊治療を一切やめ、夫婦二人の人生を楽しもうと約束していたそうです。それでも無事に妊娠し、約2ヶ月早い早産で生まれた息子さんですが、今現在も元気に生活を送っているそうです。近藤雅彦さんというと常に自信満々で、悩みなんてないようにも感じますが、妻と一緒に辛い日々を送っていた時期もあったことが分かりました。現在は妻と一人息子との3人で幸せな生活を送っている近藤雅彦さん。実は過去の彼女が大人げアイドルばかりだったというのはご存知でしょうか？中でも有名なのは中森明菜さん。もともとテレビや雑誌での共演が多かった。二人は付き合っているという公表はしなかったものの、ある事件をきっかけに交際が世間へと広まりました。それは、平成元年の中森明菜さんの自殺未遂です。彼女は近藤雅彦さんの自宅、しかも浴室で左手を切り、病院へ緊急搬送されたのです。しかも、その119番通報をしたのが、近藤雅彦さん本人ということで、いずれも衝撃的な事件でした。ただ、中森明菜さんがそこまで追い詰められた理由というのも、週刊誌報道などで明らかになっています。何でも、近藤雅彦さんが中森明菜さんの貯金を、当時熱中していた車のレースにつぎ込んだのだとか、しかもそのお金というのは、中森明菜さんが近藤雅彦さんと同居するつもりで、新居を購入するために貯めていたのだそうです。さらに、近藤雅彦さんがハワイで松田聖子さんに密会していたなんて報道もありました。中森明菜さんとしては、交際6年という月日を経ても結婚に至らず、こうした事態の連続が相当耐えたのでしょう。しかし、一種その事実をも凌駕したと言えそうなのが、中森明菜さんの復帰会見でした。なんと、近藤雅彦さんも、同席の上での屏風会見だったのです。一般的に、金屏風といえば、結婚会見などで見られるものですが、この時はお二人のそれのために用意されたものではありません。中森明菜さんの復帰会見に、近藤雅彦さんは本来出席する予定はなかったとされています。ところが、社長と中森明菜さんが近藤雅彦さんの自宅まで挨拶に来てくれたので、
少しばかりお手伝いをという言い分だったそうです。昔は今よりもアイドルの交際は厳しかったと思いますので、事務所も絶対肯定できなかった事情もあるとは思いますが、彼女の自殺未遂にも我が席せず、金屏風でも婚約会見ではないとなると集まった報道陣もしらけてしまったとのことでした。この会見の締めくくりでは、近藤真彦さんがこれからの交際はオープンなものにするという旨を語ったそうです。それで前述のように一般女性との結婚に至っているわけですから、ある意味有言実行となりましょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。